お疲れ様です。前を向く男、西尾でございます。前を向いております。私、皆さん知ってますか？ YouTube が収益下がっているの、もしくは俺だけ下がってるのかもしれないですけど下がってますね。もう半分近くなってますね。コロナの状況が変わって、なんかもっと外に出れるっていうのが、やっぱり再生回数とか収益の、再生回数自体はでも変わってないんですけどね。なんでなんでしょうね。広告つけるのにミキをつけたのか、俺のとこにはもうその販売していくような人が集まっていないっていうのがバレたんですかねどうなのかわからないですけど、まあそれはもう時代の流れなんでね。なんかこう、 YouTube の収益がいい時もあれば悪い時もありますし、そればかりに頼って生きるのもね、ダメなんですけども、まあ今後どうするかみたいなのはね、考えたりもしながら、西尾はもうどうやって生活していくんだと、白飯とたくあんみたいな生活を余儀なくされる、まあ、今の段階でまあ白飯たくあんにはなってないんですけど、まあ味噌汁ぐらいは出ますけど、現段階ではそのね、ギターっていうか、まあそういうものにまつわる仕事で生活はしておるんですけどもね、まあ、今後何が起こるかわからないことを考えれば、どういうのをしていこうかなっていうのを考えつつ、最近ちょっとね、メンバーシップっていうのもね、やり始めましたし、もうそこでもう、なんとか収入の安定を図ろうと もう、たくさんの人が入会してくれてますけどまあまあ、これからね、まあ、メンバーシップの内容もね、充実させて、まだ投稿してないんで、まあ、皆さん入会するときはちょっと注意していただいて、まあ俺をね、ちょっとでもいいから支援したいという方は入っていただければありがたいんですけど、まあそっちも頑張りつつですね。まあね、俺の仕事の感じってちょっとよくわからないかもしれないんですけど、まあこの YouTube っていうのが俺週5回投稿してるんですけど、これがね、いやまあ俺が勝手にやってることなんですけど、まあ大変というか、なんつうでしょうね、ネタが溜まってる時はいいんですよね。なんかこう、例えば楽器店さんとか、なんかね、ギタリストの友達とか撮った時にこう、いちいち 2,3 本ぐらいゲットできた時はもうなんかこう3日間ぐらいそんなに考えなくても済むんですよね。もちろんその作業はしますよ、編集作業をしたり、プラスそれ以外のこともやりながらやるんですけど、ネタがない時のその一日って結構きつくて、今日は4月10日なんですけど、10日に上がってますから、今日はもうネタがないんですよだからもう なんか何喋ろうかなと思って、今日も今まあ9時ぐらいですけど、朝起きて考えて、なんかね、動画1本、例えば俺アベレージどれぐらいなんだろう、1万から2万とか、それぐらいなのかな、1万から2万とかやったらね、何千円やろうな、多分5000絶対いかないですよ。2、3000ぐらいなのかな、俺の場合。例えばまあ仮に3000ぐらいとしましょうよ。ほんで動画撮って編集してとかっていうのが、そんな1時間じゃ終わらないわけですよね。何時間も意外とかかってて、だからこれ多分時給1000円くらいでそう、俺の働き方が悪いのが、もう楽器で食うっていうのはそれぐらい大変なことなのかもよくわからないですけど、まあコスパがいいかって言われたら、まあ普通っていうか、そう、皆さんが、いや皆さんが働いてるのはもうちょっと高いのか、だからバイトしてる人と俺変わらないっていう、しかも安定材料が全くないし、しかもその1万回行くって言ったとしても絶対1万回行くわけでもなくて、昨日深見さんと挙げたハイテンションもあれ1万回行かないでしょうね。
あの深見さんを読んでハイテンションやるっていう儲ける儲けないは技量の問題ですからね。単純にそのなんか俺がやってることが儲からないとかって多分そういうことじゃなくて、儲けんのが下手だから多分儲かってないだけで、周りの人とかで儲かってる人は絶対いるっていうか、絶対いるっていうか、そういう人知ってますからね、儲かってる人。だから多分俺のやり方が多分良くないんでしょうけど、まあ自分もね、まあ今後活動していくにあたって、まあお金のことはいろいろ考えながら、ないっていうのもやっぱね、いろいろやるにあたってできないんですよね。なんかこうこれしようと思ったら結局その資金不足で、例えばスタートダッシュそれでその資金でいけても継続するにはお金がかかるんで、回収できないとダメだし、なんか始めたばっかのことで回収すぐできるってあんまないんで、やっぱそう考えたらある程度のそのね、プールしてる部分を持たないと難しいなとは最近思ってますね。まあでもなんかこの年齢になってお金の必要性っていうか、なんか自分自身やっぱ生活レベル自体があんま多分そんな高くないとは思うんですけど、なんか別に車持ってるとか家賃が高いところに住んでるとか毎日外食するとか全然そんなんじゃないから、実際15万ぐらいあれば俺は多分生活できるんで、 YouTube の収益が下がってもまあなんかこう生きていけるのではあると思うんですけど、なんか最近自分がやっぱお金でもね、そういう意味ではいるなと思ったのは、なんかやっぱ周りの人にこう仕事を振る時とか、まあ、自分の単価が低いからこれくらいしか出せませんみたいなのは仕方ないんですけど、やっぱりそれだけでも続かないなとはすごい思って、やっぱその評価に見合った金額を払ってお願いしないと、まあそれは当然のことなんですけど、だから自分がやっぱ資金持ってないとで、頼むにも頼めないし、なんか頼んでも安い金額でやってもらってたら継続性がないんで、そこに関してはなんか、あ、ちょっとお金のことをあんま考えてなかったなと思って、そこはなんか最近勉強して、だからまあ自分のためにお金が必要っていうわけではなく、やっぱりこういうのを続けたり、なんかちょっとでも規模っていうのは何なんでしょうね、なんかこうやってるバリエーションを増やすためにはある程度人の力が必要なので、それのためにお金が必要だっていうことは感じましたね。だからちょっと YouTube 収益下がって、俺もヘラヘラしてる場合じゃなくて、もうここでなんかピシッとして、もうものすごい売り上げ上げる、これを考えましたって言えるような人間になっていかないとダメだということをね気づいたんですけども、何のアイディアも浮かんでないメンバーシップを始めただけっていういやでもいろいろね、でもまあなんつうでしょうね、考えてないこともないんですけど、そう収入が減ったからなんとかして回収したいっていう気持ちはすぐ、それは人間なんて働くんですけど、でも今の現状の自分のスキルがここだっていう俺は考えて、今こうジタバタしてもなんか未来をすり減らして生きているような気がして、もうもちろん今を生きることが大事なんですけど、でもなんか自分のスタンスとしてはこう未来に投げながら今を生きるっていうのが好きなんで、だからやっぱりなんかこう練習したりもっと経験値を積んで、なんかそういうとこで対価をいただいていかないと続かないような気はしてるんで、まあちょっと金銭的な部分で変化はありましたけど、まあマインドはそんなになんかこうあんま変わってない、むしろやる気が出てる感はすごくあるかもしれないですね。なんか自分の性格的にどっちかって言ったらこう安定するとやる気なんかなくなるんですよね。もうあんまり根本的にそのなんか
いや、なんかガンガンやろうぜって今は言ってますけど、なんかね、そういうタイプの人間じゃなくて、どっちかっつったらその責任を負うのが嫌だってなんかよく思ってたんで、だからそういうのをガツガツやりたいけどやれないタイプだったんで、もう今は必要に駆られてやってるっていうか、まあっていう感じなんで、まあやることはあんま変わんないですね。練習して、まあコンテンツを皆様に届けて、まあレッスンしたり、イベントしたり、ライブしたりして、まあそれで、生活していくと。なので、今後ともね、よろしくお願いします。